どうも、西武、所沢車両チャンネルでございます、えー。今回はですね、都営浅草線のニュースでございます。現在ですね、その運用離脱をしている、都営5500型の5507編成なんですけど、あの、東京都交通局がですね、その、浅草線の5507編成の車両調査委託の随意契約を、 総合車両選作所と結んだという形になったそうです。その随意契約をした理由ですけど、その、都営5500型の車両調査はですけど、その、当該車両を設計及びに製造した業者でなければ、実施を得ることはできないっていう形になったそうです。それでですね、その、 5507編成なんですけど、あの、今年の6月5日の16時8分頃に、その、まご車両研修所で、その8両中3両がですね、脱線をしたっていうことだそうなんですよ。だから、もしですね、この5500後の5507編成なんですけど、修理するとなれば、 おそらくですね、総合車両製作所でやる形になると見られますね。うん。だからね、多分ね、運用復帰はね、まだ先になると思うんですよ。5507編成においては。万が一ですね。まあ、3両ですからね、これ。脱線したのが。だ、もしね、これがね、あの、ダメだった場合はね、 3両が解体するのか、もうこれ、5507編成の編成単位すべてがね、廃車解体するのか、どちらかになるかと思うんですよね。もしこれがね、ダメとなった場合は。うん。まあね、しばらくね、その5507編成についてはね、あの、運用離脱はね、してる状況なんですよね。 だから、このね、その車両調査がね、完了しないと多分ね、その、あの、修理もそうですけど、運用復帰も多分、できないっていう形になるんでしょうね。うん。まあね、今回ね、その、まゴメ車両研修所でね、その脱線も起きてるからね、これは。うん。ほら、形成でもね、確かね、あの、 あの、どこだっけアウトとか高砂でもね、そういうのあって、もう北総線の車両のね、中間2両もそうだし、あのー、その、脱線した車両もそうだったしね、それと京成3700もね、その、脱線した車両とかも、編成隊もね、確かに、これ、廃車になったっていうのもあ、ありましたよね、確か。だからね、これはもう、 果たしてこれ、復帰できるのか、最悪の場合、この5507編成は、その編成単位で廃車にするのか、ね、注目したいところですね、これは。うん。ということで、今回はですね、その、都営5500型の、5507編成においてのさ、車両調査委託 の契約を総合車両製作所と結んだというニュースでございました。以上で終わります。